もこんにちは、アニャです。本日のテーマは人を気にしない方法4選というテーマで話していきます。例えば周りが気になってしょうがないとかさ、自分と違う方向でやっている同業者にイライラしちゃってとか、とにかく周りと比べてしまうんだよねとか、そういう方いませんか？昔の私がそうだったんですけど、それって実は他人軸寄りなんだなって知って、こういう意味があったんだなって知ったことで、私は人のことをいい意味で気にならないようになりました。今日はその話をしていきたいと思います。このチャンネルではピアノとマインド、ピアノと仕事、ピアノの練習などというテーマで週に4回配信しているので、ぜひ今のうちにチャンネル登録をお願いいたします。はい、ということでね、人を気にしちゃうっていうのが他人軸よりっていう話をさっきしたんですけど、まあもちろんね、人を気にすることによって自分のモチベーションが上がることもあるかもしれないんですよ。でもそうやって人がどうしているか気になって、それで自分にとってマイナスになっているならば、ちょっとそれは自分の人生にとって幸せじゃないじゃないけど、もやもやしながら人生生きてるのってちょっと辛くないですかって感じでね。まあでもどうすればいいかって言ったら、周りが気にならないぐらい自分がやるべきことをやって行動したらって話なんです。きついこと言ってごめんなさい。本当に無理やりではあるんだけど、こうやって自分のケツをね、自分で叩き続けたら本当に気にならなくなるんでしょう。自分のことで精一杯みたいな感じになるんで、本当に気にならなくなっていくし、人は人だよねみたいな感じで軽く受け流せるようになったっていうか、まあ私でも慣れたんでね、これ見ている皆さんならもうすぐになれると思うんですけど、とにかく周りが気にならないぐらい自分がやるべきことを淡々とやっていくっていうのはいいと思います。けどね、気になっちゃう時ってあるんですよ。本当にどうしても気になっちゃうっていう時とかね、あとずっと今まで気にしてたのに今からすぐに気にしないなんて無理だよボケみたいなことを画面の前で思われている方もいらっしゃると思います。とりあえずやったらいいこと4選これからお伝えしていきます。まず1つ目、自分の目標を見直すことです。もしそれまで人と比べた目標になっていたことがあったら、そうじゃなくて自分主体の目標にしたらいいと思います。人と比べた目標ってどんなのって言ったら、例えば誰々ちゃんより上手くなるみたいな目標を立てる人とか、そんないらっしゃらないと思うんだけど、例えばコンクールで絶対に1位になるとかね、これもある意味人と比べた目標なんですよね。なんとかさんに気に入られるとかね、それは人が出てくる目標なので、そうじゃなくて自分主体になった目標、例えばコンクールで優秀するみたいな目標を立てるなら、コンクールで自分が最高だと思える演奏をするとかね、あと誰々さんに気に入られるっていう目標じゃなくて、誰々さんに気に入られるような最高な自分になっていきますかね。ちょっと語彙力がなくてあれなんですけど、そんな感じで自分が主体となった目標に変更するといいと思います。例えばコンクールの例だと、自分が最高だと思える演奏をするっていう目標だったら、自分主体だし結果最高な演奏ができました、その結果優秀したらそれはそれでいいし、もし優勝できなくても、まあ、自分にとって最高の演奏だったもんねって受け入れられますし、受け入れやすくなるからめっちゃいいと思います。一回自分の目標をね、自分主体のものになっているか見直してみたらいかがでしょうか。2つ目、自分が行動すべきことを事細かに書き出す。これはさっき自分のケツ叩いて行動しろって言ったんだけど、事細かに書き出すことで自分がやるべきことってこんなにあるんだって知ることができるんですよ。やるべきことだけじゃなくて、やりたいことでもいい、こんなにたくさんあるんだなと思えたら、それ一個ずつやっていくだけなので、人のことを考える余裕もなくなっていくんですよね。なのでめっちゃいいと思います。あと書き出したらいいことなら、自分のいいところとかね、自分の好きなところとかね、ちょっと難しいかもしれないから今回省いたけど、とりあえず自分主体になる感じでやっていったらいいんじゃないかなって、いっぱい書き出すのがめっちゃいいと思います。3つ目、サクサクいきます。人と比べてマイナスな気分になっても自分は何もプラスにならないっていうことに気づくということです。これは特にね、人に嫉妬したりとか、誰かと比べて劣等感感じたりとかするときですね。そこで何か落ち込んだりとか、誰か攻撃したりとかしても、自分には何にもプラスにならないことが本当 99.9% だと思うんですよ。じゃあそうやってマイナスな気分になっているのってめっちゃもったいないこと
ことなんですよね。めっちゃもったいない時間だなって気がついたら、スーって熱が引くっていうか、冷静になれるっていうか。だから人と比べてマイナスな気分になったら、あ、これ自分にとって何もプラスになんないやって思う癖をねつけるっていうのはいいと思います。マジでもったいない時間過ごしてると思ったら、そのもったいない時間であなたが気にしている人っていうのはもっと努力してる可能性が高いですからね。もったいない時間って気づいて、それで自分のことやったらいいんじゃないでしょうか。4つ目、嫉妬は原動力にする。嫉妬って良くないことってここまで聞いた方思っちゃうかもしれないけど、良くないものってわけでもなくって、いい面もあるんですよね。っていうのも、人って自分にできそうなことしか嫉妬しないんですよ。あと、自分ならこうするのにみたいなね、思った時とかって、自分がそうしたいんだってことでもあるんですよ。誰かに嫉妬したら、これって自分にできそうだから嫉妬してるんだなとか、あと自分がね望んでいることだから嫉妬しちゃってるんだなって思って、ある意味自分の願いとかね望みに気がつけるので、だから嫉妬も完全に悪いもんじゃないんだよっていうことは頭に入れておいてほしいなと思います。嫉妬を感じてもいいけど、その後のねどう対処するかっていう方が大事です。人を気にしないようにしようと思っても気にはなるんですよ。気にはなるから、だったら別の行動して自然と気にならないようにしろっていう意味で自分のケツ叩けって言ってんですけど、気になるんだったらとりあえず行動量増やして自分に集中できる環境を整えるかね、めっちゃいいと思います。その結果自分を高められるし、いい方向に向かっていくはずです。まああとね、隣の芝生は青いって言いますもんね。そこも頭に入れておいたらいいんじゃないでしょうか。マジでね、人を気にしたりとか、と羨ましがってもね、嫉妬しても非難しても叩いても怒っても責めても、まあ一時的にはすっきりするかもしんないし、満足したって思えるかもしんないけど、でもそれって本当に一時的なものだし、ぶっちゃけ何にも解決してないんですよね。何にも解決してないからまた同じことを繰り返す可能性だってあるし、結果なんか自分の評判が下がって人からの信頼がなくなる可能性もあるし、だったら自分のことに集中できるような環境を作っていったらいかがでしょうかって話です。本当に人のこと気にすることが悪いわけじゃないんだよね。人のこと気にして、それでマイナスな気持ちになっちゃって、自分を追い詰めちゃってさらにネガティブになるっていうのが、自分の人生にとってはね、あんまり望む方向じゃないっていう方がほとんどだと思うんで、だったら改善していきましょうねって話です。はい、ということでこんな感じで人を気にしない方法4選というテーマで話していきました。何か参考になることがあれば幸いです。アーニャの音楽の話をもっと聞きたいなと思った方は、ぜひチャンネル登録、そして動画に高評価、 SNS のチェックもお忘れなくお願いいたします。それでは本日もご視聴ありがとうございました。また次回の配信でお会いしましょう。アーニャでした。バイバイ。